今回はですね、前回のハードオフで買ったものの動作チェックを行っていこうと思います。多分尺が短いんで、後半は掃除機の掃除しようと思うんですけど、サムネともう開始の段階でもネタバレになってますけど、ディスプレイですね、ディスプレイちゃんと映ってますね。これ当たりだったんじゃないかなと思います。結構中古で買っても画面焼けがあったりとか、あと欠けがあったりとか、ケーブルの端子がほぼ限界を迎えてるとかもあったりして、なかなかいい状態のディスプレイが手に入らないんですよね。今回これ4000円で買えたんで、だいぶお買い得でしたね。ちなみにこれにつないでるMac mini ですね、サーバー用にしていて、でこれもオフモールだったかな、オフモールで1万5000円もしなかったと思います。ジャンクで買って、スペックがこれに書いてある通りなんですけど、フュージョンドライブが組んであって、でハードディスクの方がもう壊れて限界だったんで、 SSD に入れ替えて OS インストールしたら普通に動けましたね。 Core i7 メモリ 16GB でこのスペックなら当たりだったんじゃないかなと思います。って言ってもスペックあっても別に編集した動画のデータを置いとくだけなんで、別にスペックいらないんですけどね。ディスプレイもちゃんと表示されてますね。続いて CRX550 ですね。 CD 読み込まないってあったんですけど、実際どうなんですかね。トレイが開かないですね。これ CD 読み込み不良じゃなくて、だんだんトレイが開かなかっただけなんじゃないですかね。音出しの方も問題ないですね。これ中古で買ったやつなんですけど、思ったより回転するスピード速くないですね。もうちょっと速いかなと思ったんですけど、でも分解に使えればいいでしょう。使えんのか、そもそも。いけますね。遅い分、回転が遅い分トルクがあるんで、使えなくはないですね。ただやっぱ優先なんで邪魔ですね、コード。分かりきったことですけど、使えますね。慣れれば全然いいんじゃないですか。今使ってる先端は別で買ったやつなんですけど、縮める緩めるじゃなくて、どちらかというとドリル用で買ったんで、大きいの持ってるんですけど、別にそんなにでかいのいらないんですよ。重いし作業大変になっちゃうんで。汚い。でも結局パワーあって使いやすいですね。さすが優勢って感じです。もう本当は前回の動画なんですけど、もう一店舗行ったんですよ、実は。ただ行ったんですけど、そもそもセールをやってなくてですね、それはもう店舗さんの都合もあると思うんで、それはしょうがないんですよ。欲しいものがなくて、一切なくて、そこはもうパスしました。これでいいかな、40でいいかな、ちょっとちっちゃいか。15かな。45っぽいな。45か。
で、まあ、CD 読み込まなくても iPod とか iPhone 刺さるんで CD 読み込まなくてもいいんですけどね。なんかもうすでにピックアップ交換してもいいんですけど、この前の音響の CRS1 みたいにおそらくピックアップが高いパターンだと思うんですよ。まあ、今日はあのメインはあのハードオフで買ったものの動作チェックなんで、これの動作チェックでこれのベルト変えてみたんですけど、やっぱダメですね。読み込まないです。もうすぐノーディスクって出ますね。で、あの、ピックアップ調べたんですけど、なんか5800円するんですよ。どうしよっかな、悩みますね。まあ、そのうち余裕があるときに、これは交換しようかなとは思います。まあ、あくまで今の、これの動作チェックなんで。でもこれいいですね。あの、結構トルクがあるんで、もりもり、あの、締め付けてくれるんで、使いやすいと思います。ただ、有線っていうところを、もう目つむれば、まあ使えるかなって感じですね。で、まああと最後、掃除機なんですけど、30分ぐらい充電しました。で、押すと、一瞬だけ動いて、動かないですね。やっぱりこれバッテリーがダメみたいですね。で、あの、まあ前回の動画では言ったんですけど、Amazon で、4500円ぐらいで互換用のバッテリー売ってたんですよ。まあそれでも全然まあありっちゃありなんですけど、メーカーのサイト見たら普通の純正バッテリーが8800円、まあ、送料無料で売ってたんで、そっち注文してます。バッテリーはそのうち届くと思うんですけど、ちょっと三が日で届いてないんでまだあれなんですけど、ただちょっとここひび入ってましたね。ここ、まあ、これはちょっと埋めましょう後で。そう、この掃除機を動画にするかちょっと迷ったんですけど、ネタにもなるし、いや、あの、この作業机を買い替えようと思って Amazon で注文してるんですよ。で、あさってかしあさってぐらいには届くんで、これを使えるようにしておきたいんですよね。で、まあ、掃除機で、まあ、多分ここはみんなやると思うんですよね、このフィルター。ここのフィルターは、まあ、説明書とかにも、まあ、1年に1回は洗ってくださいみたいな書いてあったりするんで、まあ、だいたいここは綺麗だったりするんですよ。多分これ綺麗なんで、交換したかお店の人が1回洗ったんでしょうね、これね。ここは綺麗ですね。他のとこが凄まじく汚いです。とりあえずもう全部分解して洗います。これ外しにくいんですよ。よいしょ。汚いな。これいらない。あ、やっぱバッテリー外すとだいぶ軽いっすね。なんか取れた。大丈夫かもね。はい、か。
動きしたあ、やっと取れた。あ、長かった。この中が一番汚いんですよ、ここが。とりあえずこれ一回洗います。洗ってきたんで、とりあえず表面は綺麗になりました。でネジがトルクスレンチの5ミリか6ミリかな、これ多分6だと、6かな、6じゃちっちゃいかな、8かな、8っぽいな、まあ、分解しながら言うんですけど、ここまで分解しちゃうとメーカーの保証がなくなるんで、メーカーの保証が残ってる方は分解しないでください。保証切れても分解おすすめしないですね。思わぬ怪我の原因になったりするんで、まあ、やり方は自己責任で。まあでも、正直、ダイソンって基本的にメーカー保証2年なんですよ。製品購入して登録してから2年。なんで、メーカーがそもそも2年以上使うのをおすすめしてないんですよ。やっぱその理由っていうのはやっぱりこれですよね。この汚れが溜まるっていう。バッテリーとかモーターとかうんぬんじゃなくて、そもそも汚くなるんで、あんまそれ以上使うのおすすめしないよって言ってるんですよね。ダイソンが2年ごとに買い替えた方がいいよって。まあ、冷蔵庫とか洗濯機もそうじゃないですか。なんか耐用年数7年とかって、それ以上使うと火災のリスクがありますよみたいな書いてあるんですよ。まあ、やっぱそういうバッテリーとか、そもそもそういうの理由じゃなくて、そもそも使わない方がいいよっていう理由の2年。保証っていう部分もあると思うんですよね。汚ねえな。汚いっすね、これ。全然汚い。まあ、結局、全部バラしました。はい。綺麗になりましたね。これなんか、普通に引っ張ったらスポッて抜けたんで、ちょっと刺すとき多分大変ですけど、で、これ、洗ったら必ず、乾かします。残ってると、まあ、故障の原因になったり、カビ生えたりするんで、特にこいつですね。こいつ中までしっかり乾かさないとダメですね、これ。これは別に、普通に外せるんで、これはみんな、これは普通にみんな洗うんじゃないですかね。まあ毎日使うんであれば、まあ月に1回は、まあこいつのフィルターと、これぐらいは掃除した方がいいかなとは僕は思いますけどね。掃除するって言っても、ちょっと水につけておいて、ジャバジャバやるだけなんで、これそんな、苦労はしないと思います。ただ洗剤ですね。洗剤は使わない方がいいかなと思います。こっちの、ここの、パッキンが傷んじゃうんで、洗剤とか、熱湯とかは、使わない方がいいです。まあ別に水洗いじゃなくても、ちゃんとちょろっと、拭いてあげるだけでも、全然違いますからね。こいつ、まあ、ここのブラシがよく、こう糸とか、結構絡んじゃうんで、まあ、ここも、分解できるっちゃ、分解できるんで、これで外して、取ってあげればいいだけですからね。こういう風に詰まってるんですよ。こういうの、こういう見えないところも
洗った方が本当はいいんですけどね。あ、でもあんまおすすめしないし、多分買い替えた方がいいし。するんであればここにモーターがあるんで、こいつ外さないといけないですよ。洗っちゃよかったな。汚ねえな。汚ねえ。見るかな。とりあえず分解は終わったんで、あと洗うだけですね。ほら、こいつをモーターで回してるんで、定期的にこいつの棒はゴミ取った方がいいですよ。モーター焼き切れちゃうんで、まあ、そうそうないですけどね。汚い汚い。あ、でも最低限取ればいいか。もういろいろ巻きついてんな。うい、いや汚ねえな。
まあ、今回は、まあ、動作チェックメインだったんですけど、今年購入したものは全体的に当たりでしたね。まあ、これも動くし、ディスプレイも綺麗だったんで、これちょっと、まあ、掃除しましたけど、朝、綺麗になってないですね。まあ、写真で見比べれば多少綺麗になってるとは思うんですけど、この動画で分かったことっていうのは、もうこれぶっちぎりでもこれですよね。あの、掃除機は新品で買った方がいいってことがよく分かりました。今回のコメント返しですね。フィットスリーさん、明けましておめでとうございます。いつも楽しく拝見しております。リレーを分解掃除した後、組み立てる際に両サイドをハンドレとかして接着する発想に驚きました。自分が知らないだけかもしれませんが、どうやって固定するのだろうと思っていました。さすがです。元旦からハードオフが良いも楽しみの一つですね。これをしないと新年が始まった気がしません。コメントありがとうございます。このコメントいただいた動画で、リレーを分解して掃除したんですけど、分解してる時に片側の爪が割れちゃったんで、ハンダで止めたんですけど、まあ、別にキャップの固定するところが折れてなければ、ハンダで溶かして止める必要ないかなと思います。まあ、別にハンダじゃなくても、人間が手を入れるところではないので、セロハンテープとかでもいいのかなと思います。古いアンプとかだと、セロハンテープっぽいやつで止まってたりするんですよね。去年とかは、全品 20% オフとかだったんですけど、店舗によってはジャンク品だけ 20% オフとかで、バラバラっちゃバラバラなんですけど、ある程度その値引きのパーセンテージは揃ってたんですよ。前回行った店舗だと、まあ 10% オフと、あと2200円以下の商品 20% オフでしたっけ？だったんですけど、まあ、動画では行ってない他の店舗だったらそもそもセールもやってなかったし、他の店舗もう1店舗、その4店舗目ですね、4店舗目は3300円以下の商品が2割引きとかって、もう店舗によってもバラバラだったんですよね。来年とかどうなっちゃうのかなって感じがしますね。まあ、正直ジャンク品だけ買うんであれば、多分ジャンクの日、毎月15日はジャンクの日とか言って店舗ごとに割引やってて、あの割引率高いと2割引きやってるんですよ。まあ、そういうとこ狙っていった方がいいかもしれないですね。ということで、今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。